アルフレット牛は、フランス、ブルターニュ出身の画家である。ブルターニュの港町、コンカルノーの人々を描いた。ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコンカルノーで生まれた。父親は、漁師で15年間コンカルノーの市長を務めた人物である。コンカルノーを訪れた画家から絵を学び、その勧めに従って、パリに出て、私立の美術学校、アカデミーシュイスでしばらく学んだ後、 アレクサンドル・カバネルのスタジオで学んだ。カバネルのスタジオには、ジュール・バスティアン・ルパージュや、フェルナン・コルモン、テオフィル・デロールが学んでいた。1868年に漁師を描いた人物がオサロンド・パリに出展した。3年後に友人となったデロールと故郷のコンカルノーに移った。デロールは、牛の妹と結婚した。牛は、版画家のトゥルニー。 ヨゼフ・ガブリエル・ターニー、1817-1880の娘と結婚し、パリのモンパルナスに家を持ったが、コンカルノーで多くの時間を過ごした。1887年に、父親の亡くなった後、家を建てスタジオも作り、地方の政治にも関わり、カンペール美術館の理事も務めた。1898年と1900年のパリ、万国博覧会にも出展し、 銀メダルを受賞した。牛を始まりとするコンカルノーの芸術家村は、コンカルノーがポール・ゴーギャンを中心とするポンタバン派の画家の集まったポンタバンに持ちかかったこともあり、多くの芸術家が集まる場所になった。コンカルノーに滞在した芸術家には、ベーダー・セベリン・クロイヤー、シャルル・コッテ、ジュール・バスティアン・ルパージュ、パスカル・ダニャン・ブーベレ、アメリール・ルンダール、セシリア・ボー、 トーマス・アレキサンダー・ハリソンといった画家がいた。ありがとうございます。